ンタイムスタート。チームをまとめるために一番苦労したことは、あんまないですね。メンバーの中で今流行っているものは、メンバーの中で、ゲーム。東京に染まったなと思う時はどんな時？おすすめ聞かれた時にすぐ代官山って言っちゃう。染まってるな。東京で沖縄を感じたい時何をしますか？沖縄感じたい時はそれこそさっき映ったあのガジュマルを見ながらコーヒーを飲む。翔くん筋肉増えましたか？筋肉ちょっと最近痩せました。はい。レン君の好きなところはどこ？笑顔、髪型、全部。レン君に直してほしいところはどこ？なんでっていうのすぐやめて。最近2人だけで過ごした時何をしましたか？最近なんか演技レッスンを僕たちやってるんですけど、2人とも号泣しながら悲しい感情を2人で出してました。最後、1日休みをもらえたら何をしたいですか？コーヒー飲む。笑い上手なれ。翔くんの好きなところは？優しいところ。翔くんに直してほしいところは？私服がセクシー。セクシーな。気になる。一番美味しかった翔くんの手料理は？ハヤシライス。